こんにちは、キリンです。今回は柴田さんがヘキトラに入るのか入らないのか、こちらに関してお話ししていこうと思います。で、ことの発端なんですが、まあ本日の柴田さんの動画において、まあ、メグインさんが真琴さんの力を使って100万人行くのがずるいと。はい。で、そこで俺も人の力を使ってやるということで、柴田さんはヘキトラのジンさんに電話をかけました。はい。そこで、柴田さんはヘキトラのジンさんに、俺をヘキトラに入れてくれとお願いしたところ、ジンさんは僕はいいですけどねということを言っていました。はい。で、実際はですね、まあ、ヘキトラさんというのは今、新メンバーオーディションというのを行っていて、まあそこに来てくださいという話だったんですけど、ただ皆さんが気になっているのは、柴田さんが本当にヘキトラに入るのか、それとも入らないのか、だと思うんですよね。そこで今回、このキリンが、柴田さんがヘキトラに入るのか、それとも入らないのか、ジャッジメントしていこうと思います。ジャッジメント。知らねえ。知らねえ。以上、キリンでした。バイバイ。